どんな人かな。冗談の通じる人ならいいな。お邪魔するのだよ。あなたが三剣使いだね。はじめまして。私は乱れ三金だよ。三金ってよ。傘が当たっちゃった。これはお気に入りなんだよ。そうだね。私引っ越しが多かったから、この傘は昔から重宝してるよ。雨風をしのいだり、顔を隠したり、いろいろ便利なんだよ。でもお別れは苦手だから、目時間にはなるべく長くいたいな。うん、話の途中になっちゃったけど、私のことはミツカネって呼んでくれていいよ。長くお世話させてほしいんだよ。ところで、目時間って素敵な洋館だね。内装も調度もモダンな品が揃ってるんだよ。それなら私にできることは多いかも。紅茶は国産、コーヒーは輸入品だよね。それ以外は全て東京のものを使ってるの？昔加賀ってところにいたことがあるんだけど、そこでは藩内で消費するものは藩内のものを使うようにしてたんだよ。そうすることで経済も安定して生活も豊かになる。だから加賀藩は経済的に発展してるって言われてたんだ。ありがとね。でも藩主だったその時の主はいろいろ苦労してたみたい。ほら、偉い人に警戒されたりね。ちょうど今の主みたいにのらりくらりとかわしてたんだよ。うん、少し頼りなさそうに見せたりして。頼りなさそうだって、ほらここシャツのボタンかけ違っちゃってるよ。今朝は忙しかったんだね。でも私はそういうの嫌いじゃないんだよ。むしろそのままでもいいと思う。まあ常識的にはそうだよね。はい、じっとしてて、直してあげるんだよ。意外と素直なんだ。かわいい。あ、鼻毛出てる。抜いてもいい？ごめん、冗談なんだよ。でもあまりに反応が素直すぎて。本当にごめんね。主のお顔はちゃんとしてるから大丈夫だよ。